第4節病気はは医療では治らない病気が肉体的な意思精神的な誤りに対する体の警告反応であるとすると病気の治療とはまず日常生活の中で病気の原因となった肉体的な意思精神的な誤りを正すことから始めなければなりません。このこのとを無視してすぐ 薬や手術に頼るのはいいことではありません。これでは病気を本当の意味で治したことにはなりません。むしろ病気を隠したと言った方が正確です。一旦は治ったように見えてもいつかは他の病気に形を変えて症状が現れる可能性が高いと言えます。薬に副作用はつきものですし手術に 危険や後遺症はつきものです薬を飲んだり手術を受けたりする前に病気の原因となった悪習慣を治すことを第一にするべきではないでしょうかもちろん命を守るために薬や手術が必要な場合もありますしかし現在では薬や手術が治療や救命という微名の下に乱用されすぎていると思いますですから 本当の意味からすれば、医療では病気を治すことにはならないのです。本当に病気を治すとは、自分自身で病気の原因に気がついて、自分の努力で病気の原因を消し去ることなのです。薬や手術で病気を治すことは、自分自身でやるべきことを他人にやってもらっていることになります。薬や手術で治ったと思い込むと、 病気になった原因である生活上の悪習慣を強制する機会を永遠に失い長い目で見ると不幸な結果を招くことになります。ほう息子が借金取りに追われている時かわいそうだと思って金を恵んでやれば一時しのぎにはなりますがこんなことばかりしていればほう息子はますます自立できないろくでなしの人間になってしまうでしょう。 薬や手術で病気を治したと思い込むことは大きな間違いです薬や手術で病気を治したというのは正確ではありません病気を隠したと言うべきで体の奥底に病気を封じ込めたにすぎません正しい東洋医学的治療法を行うと病気の症状がかえって悪化することがありますこれを漢方の言葉でつむまぶしと言います これは、当然のことで、正しい治療法によって、体の奥底に封じ込められていた病毒が、体の表面に出てきたことによる症状です。病気を真に治そうとすれば、ある程度は、つむまぶしによる症状の悪化などの苦しみを耐える必要があります。